はい、いつもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの今回はですね、プレステ5の SSD 購入したので取り替えていこうと思います。で、まあ商品レビューというかね、開封動画の方になっておりますので、早速ね、ちょっと開けて中身の方を取り出していきたいと思います。で、こちらのね、製品はネクストレージさんって言って、ソニーのねホームページの方でも SSD 交換するんだったらこちらの方を使用してくださいっていう風な感じで、まあ、大元はね多分ソニーからの分社化されたような会社だと思います。なんで質感がね当然いいものもあるし、まあ相性っていうんですかね、本体との相性も問題なく使用できるものだと思います。で、今回自分が購入したのは 1TB、 これがですね Amazon のセールで1万円下回るような金額だったので購入させていただいて、取り付けようと思って今開けてるんですけど、なかなかね片手ではちょっと出ないので、一旦ですねスマホちょっと置かせていただいて、中身を出したいと思います。はい、それではですね、中身を取り出して、これが SSD ですね。本体のカバーをっていうかね、ケースを外して、中のアルミの蓋の部分をプラスドライバーで外して、さらにそこのカバーを取ると、これが取り付けれる部分がありますのでっていうところで、そちらの方はねちょっと作業動画になりますので、なかなかね撮影しながらっていうのがちょっと自分が難しいので、一応写真でここの蓋を外して、ここに取り付けますよっていうこの静止画、まあ写真ですよねの方を、動画の最後の方にですね2枚ほど添付しておきますので、そちらの方を確認して、もし交換される方がいらっしゃるんだったらですね、参考にしてもらえたらいいかなと思いますけど、まあ自分のね、今回の動画ではさほど参考にはならないですし、初心者の方でもね、あのやり方っていうのはこのように取扱説明書を見ていただければ、どなたでも簡単にできるようになっておりますので、あの難しい作業かもしれないと思って躊躇されるよりはですね、逆にチャレンジしていただいた方がいいと思います。で、箱の中のね付属品も説明書が2枚あったり3枚程度ですかねあったり、あとは本体、こちらの方の SSD 本体のみで終わってましたね、付属品は。まあもちろんね、これのみで終わんないと他にあったところでっていうようなですねことにはなるんですけど、で一応自分は説明書を見ながらやってみましたけど、まあ自分のプレステ5ってあのカバー自体がホワイトではなくてレッドみたいになってるんで、まあ一度ねカバーを外してみたりとかそういうことをやってるんで、まあ交換は安易にできましたよっていうことなんですけど、まあどなたでもねできるようなものになりますので、ぜひ、チャレンジしてください。ほんでネクストレージさんっていうのは信頼の高いメーカーなので、はい、大丈夫だと思います。で、まあ購入の参考にしてみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。それではですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。この後に写真を載せますので、そちらの方もよろしくお願いします。